こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、子供の落書き長さんの、夜よ子供たちのために。問題は、ある情報とは何か。それでは、どうぞ。この町では、夜の11時から12時の間にだけ、ある現象が起こる。10歳の子供が、大人の体に成長するのだ。この11時から12時の時間を、町の住人は、大人時間と呼んだ。そして大人時間の間だけ、子供は大人と同等の権利が与えられる。それが、大人法である。町外れの路地裏にあるアパートで、刺殺死体が発見された。死んでいたのは、町では変わり者と噂される学者の、モルグ博士。死亡推定時刻は、11時から12時の間。博士は、腹をナイフで刺され、部屋の床に投げ出されるように、倒れていた。ドアは内側から施錠され、鍵は博士のポケットの中から発見された。ドアが施錠されたまま、鍵が部屋の中にあるってことは、犯人はどこから逃げ出したんだ？部屋には他に小さな窓がありますが、向かいの建物との間隔が狭く、通り抜けられそうにありません。しかし、子供の体ならなんとか通り抜けられそうです。犯人は子供だって言いたいのか？事件の夜に、隣の建物の住民が博士の部屋の窓から小さな子供が出てくるのを目撃しています。決定的じゃないか。しかし、入り口の管理人室に聞いてみたところ、昨夜に子供がアパートに入った記録はないそうです。このアパートは以前、売春宿として使われていたこともあり、現在は未成年の出入りは、厳しくチェックされているそうです。わかった、犯人は10歳の、子供だ。犯人は、大人時間に大人の姿で、アパートに入り、隙を見て博士を殺す。やがて大人時間が終わり子供の姿に戻ったら窓から脱出したというわけだ。なるほど。よし、博士と関わりのある10歳の子供を徹底的に調べるぞ。捜査の結果、以下の3人が容疑者として浮かび上がった。ロナルド、ダグラス、男性、10歳11ヶ月。博士とは仕事の付き合いでした。僕の仕入れた情報を、博士がいくらかの値段で買ってくれていました。もちろん大人法があるので、博士と会うのは大人時間の間だけですね。大人法には、とても感謝しています。子供の僕でも、大人時間の間だけは大人と、対等にビジネスができる。博士も、能力のある子供が評価されるのを、喜んでいました。来月には11歳になってしまうけど、仕事の経験はこれから生きていく上で、大きな武器になると思います。ジョン、マイケル、男性、10歳1ヶ月。僕は先月10歳になったばかりで、
博士とはあまり面識はありませんでした。博士は、僕の研究にとても興味を持っていたみたいです。10歳になっても生活はあまり変わりませんね。子供の時でも研究はできますし、大人法があるので、仕事の話は大人時間にしかできませんけど、博士と会っていたのも大人時間だけです。メアリー、ジェーン、女性、10歳6ヶ月。私は他の二人とは違って、仕事だけの関係じゃなかったわ。その証拠に、博士と会うのは決まって日中。子供の姿の時だけよ。博士は、私を遊びに連れて行ってくれたり、食事に誘ってくれたりしたわ。もちろん法律に触れるようなことはされていないわ。彼は紳士だったしね。逆に大人時間に会ったことはなかったわ。どうやら子供の私にしか興味がなかったみたい。この情報だけでは犯人を特定できそうにないな。新しい情報が入りました。事件の夜は市民会館で、10歳の子供を対象とした集会が開かれていたそうです。それで、容疑者の3人は出席していたのか？はい、集会は11時から12時まで行われ、10歳の子供は全員出席していました。3人も12時まで会場内にいたことが確認されています。その集会はどんな内容だったんだ？大人法の大規模な改正が発表されたらしいです。なんでも、大人時間に得られた利益は、保護者または国の所有物とする、という今までの大人法を、覆すような内容だったそうです。それは思い切ったことをしたな。これが発表された時には、会場内は大混乱だったそうです。泣き叫ぶ者や暴れて会場から退場させられる者までいたそうです。となると、大人法により、利益を得ているジョンやロナルドが、怪しいな。今までの成果が、博士のものになるわけだからな。しかし、死亡推定時刻にアリバイのある3人に、犯行は不可能です。何か方法はないものか。と、刑事 A が机の上に目をやると、便箋の上に書き殴ったような文章を見つけた。子供たちのための法律を。私は世界に警鐘を鳴らす。これは、犯人の残したメッセージか？この口ぶりからすると、やはり犯人は子供でしょうか？しかもこれは犯行の連続性を予感させるな。難しい事件になりそうだ。二人の刑事が考え込んでいると、そこに警官の一人がやってきて、ある情報を耳打ちしました。それにより事件は、あっけなく解決しました。問題は、ある情報とは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。